今日は家族にプレゼントするケーキを作っていきます。私の大好きなスイーツ、プランタニエ。抹茶生地にホワイトチョコのガナッシュ、フランボワとイチゴのムース、センターにはイチゴを入れています。こういうグラスに注ぐのってちょっと難しい。センターにもイチゴを入れてイチゴ尽くし。そして生クリームを生クリームはムースフィルムを使うとこんな感じでつるんと綺麗に仕上がります。側面にはローストアーモンド、まかない粉糖とイチゴとブルーベリー、ピスタチオで飾りました。このケーキは毎年作るぐらい大好きなケーキなんだけど、今年も美味しくできた。早く渡したくてうずうずする。